いたいた、探したぜ。マムからあんたらにって伝言を頼まれてよ。よくやった、後でうちに寄りな、だってよ。あのさ、よかったらまた試合に出てくれないか。今回みたいなでけえイベントは稀だけど、いつでも何かしらはやってるからよ。今回のチャンピオンならソルジャーにも勝てるんじゃないか。すげえよお前たち。来たね。お召し替えの準備は整ってるよ。でもその前にあんた、なんでも屋のクラウドだってね。なんでも屋を名乗ってる割に五番街じゃ何にもやってなかったようだね。世の中なめんじゃないよ。普段の行いが人の価値を決めるのさ。せいぜい似合いのドレスを用意させてもらうよ。さてと、話はここまでだ。着替えたら街の外には出られないけど、始めちゃっていいかい？そうと決まったら早速取り掛かるよ。女の支度は男が思うほど楽じゃないんだ。そうだね、その間あんたは女面じゃできないこともあんだろ。今のうちに遊んできたらどうだ。思ったよりこの町に馴染んでるようだし。安心しな、あんた一人で時間が潰せるとは思っちゃいないさ。男のことは男同士、サムに話をつけておいたからね。勝手に話を進めるな。煮え切らない男だね。せっかくの機会さ、そのふぬけた男っぷりもついでに叩き直してきな。さてと、それじゃエアリスついてきな。どんな服かな、楽しみ。服だけじゃないさ。そうそう、その素人臭い化粧と髪もがっつり手を入れるからね。わお、じゃあクラウド、後でね。覗くんじゃないよ。よう、マムから話は聞いてるぜ。女連れでチャンピオンになっておいて、今度は女の留守中に夜遊びとはな。は？残るなって。どうせマムにケツでも叩かれたんだろう。まあ確かに兄ちゃんはなんつうか腕っぷしは強いんだろうが、どうにもなあ。この機会に一発の男としていろいろと経験を積んどくのも悪くねえだろう。守りたい女がいるならなおさらだ。ちょうどあんたにぴったりの話がある。どうだ、乗ってみるか。ただの暇つぶしだ。その息その息、頑張ってこいよ。なんでもや。待ってたよクラウド君。ようこそエクササイズチームダンダンダン。トレーナーの G なんだ。突然で申し訳ないんだけど、うちの会員と一勝負お願いしたくてね。本気ですかボス、こんなピヨピヨ君一瞬でむしり潰しちまいやっせ。やる前から決めつけるのは良くないな。じゃあクラウド君、準備ができたら声をかけてくれ。勝負する気になってくれたかい。並びた中スタンクのごとき筋肉で俺に挑むとは、後悔するなよピヨピヨ君。無駄口を叩かない。勝負の方法はこのジム伝統のスクワット対決だよ。じゃ早速始めるよ。負けてやる気はない。リズムを感じて、このまま続けていこう。美しいフォームだ。そ
その調子だよ。素晴らしいね。いい感じだね。美しいフォームだ。その調子だよ。このまま続けていこう。素晴らしいね。いい感じだね。その調子だよ。美しいフォームだ。このまま続けていこう。素晴らしいね。その調子だよ。いい感じだね。美しいフォームだ。素晴らしいね。いい感じだね。その調子だよ。このまま続けて。素晴らしい。その調子。呼吸を合わせてごらん。終わったな。クラウドさん、ここでしたか。ティファが、その、ティファが、俺じゃもう。落ち着け。ティファがどうした。もうすぐコルネオのオーディションが始まるって聞いて、このままだとティファが。でも俺じゃどうしようもないから。分かった、お供します。クラウドさん、兄貴って呼んでいいですか。ダメだ、俺兄貴にならティファを任せてもいいかもって。兄貴はどうやってそんなに強くなったんですか。だから兄貴の立ちさばき、惚れ惚れしました。こうズバズバズババって俺も兄貴みたいになりたいですけど、ここぞって時にどうしても文学的になっちまうんです。あ、兄貴、この悩める青年に何かアドバイスはありませんか。ない。じゃあ俺はここで、いや、その足手まといになるといけないんで。マムの店に戻ってエアリスが出てきたら俺が戻るまで待つよう伝えてくれ。了解です。お前か。推薦状は手に入れた。うん、あれは女限定だ。エアリスが選ばれた。ああ、一緒にいた女か。気の毒に。でもな、どっちにしても男は入れない。許可は求めていない。うん、やめておけ。コルネオさんは恐ろしい人だ。あんたがここで暴れると、誰かが責任を取らされる。それはお前が助け出したい人間かもしれないし、あるいは全く関係のない人間かもしれない。わかるか？ここはそういう世界だ。オーディションが始まるまでまだもう少し時間がある。もし本当に推薦状があるなら、その女を連れてこい。俺は、進めないけどな。できたらよかったんだけど。選ばれることが目的じゃないだろう。そうだけど、クラウドも頑張ってくれたのに。頑張ってくれたんだよね。それよりエアリス、ジョニーの伝言は聞かなかったのか。待ってろってやつ聞いたけど心配だもん。ここは思っていたよりも危険なところらしい。オーディションで何をさせられるのかもわからない。やはり一人で行かせるわけには。一人？そんなつもりないよ。ほら、こっちこっち。どこへ行くつもりだ。私、マムからいいこと聞いたの。クラウドのこと気になってる人がいるって。うん？私、ドキドキして。ここはミツバチの館。代理人のアニアン・クーニャンに推薦状もらうの。そしたらクラウドも一緒にコルネオのところ入れるでしょ。
クラウド、女の子の服も似合うと思う。おい、マムが言ってたけど、アニアンに目をつけられるなんてめったにないことなんだって。だから絶対いけるよ。いや、ティファを助けるためでしょ。待て。いい、するしないの話はこれで終わり。どうやっての話しよう。アニアンは人格者だって言ってた、あのマムがだよ。だからまっすぐ事情を話してみよ。当たって砕けろね。美という名の毒針でとどめを刺す。それは、あの、なんか、いらっしゃいませ。ウォールマーケットで一番のエンターテイメントステージ、ミツバチの館へようこそ。アニアンクーニャンに会いたい。クラウド様ですね。お待ちしておりました。どういうことだ。アニアンよりお通しするようにと受けたまわっています。さあ奥のステージへどうぞ。ステージ。ええ、さあ奥の扉までお進みください。ついに館に来る夢が叶った。お待ちしておりました。アニアンご指名のお客様ですね。ではでは、こちらへどうぞ。おや、クラウド、うん、へえ、あんたも隅に置けないね。アニアに来るまでしばらくお待ちくださいね。筋肉すごい、ツンツンしてる。シートダンスで証明してもらおうか。私について来られるかな。
キュンとしたよ。いいだ、腕に撚りをかけてお前を最高の花嫁にしてやろう。さあ、お待ちかねのショータイムだ。よくお似合いですよ。本当の美しさは心持ち次第。いいかクラト、美しさに女も男もない。物おじせず進め。今日のステージやばかったな。見て見て、喜びのダンス。ちょっと興奮しすぎ。いいから来いって。楽しかったな。飲みながら話そうぜ。あれってアドリブかな。じゃない、あの人びっくりしてたもん。最高のステージだったわね。やめてくれ、何も言うな。一言だけ。ダメだ。うかつに積んじゃダメだぞ。ただものじゃないわね。どうなってんだこの町は。さあもいていこう。あんたはマダムマムとアニアンクーニャンの推薦状を持ってるの。入れてくれる？正気か。問題ないよね。どうなっても知らないぞ。ご心配なく。いいだろう、入れ。オーディションの参加者だな。階段を上がって一番奥の部屋だ。あまりうろちょろするんじゃないぞ。マムの推薦か、かわいいな。アニアンの推薦か、ありだな。部屋は奥だ、急げ。何？なんかぼーっとするような。ガスだ。え？一度出るぞ。くそ。クラウド。おらら、どうされました。最初にすぐれませんか。いけませんね。ステイクまでご案内しますので、こちらでお休みください。それでは移動しますよ。どこ連れて行くの。足元に気をつけてくださいね。はい。
盛況にあったよ。えやってるだろうが。コルネオさんのゲストだ。何かあったらぶん殴られるだけじゃすまねえぞ。おごっちょん。しかし、今回はいい嫁さんが集まったな。大丈夫ですか？あっ、ティファ。はい。無事か？うん。そうか。もしかしてクラウド？お化粧してる？その格好。感想はいらない。他に方法がなかった。大丈夫か？うん、ちょっとフラフラするけど。こんにちは、ティファ。こんにちは。私、エアリス。クラウドの友達。一緒にティファを助けに来たの。ありがとう。話は後だ。今すぐ出るぞ。え？ここは危険だ。ダメ。まだ目的を果たしてない。え？あのね、クラウドと別れた後、7番街に戻ったら怪しい男たちがいて、気になって調べたらコルネオの手先だったわけか。うん、アバランチのことを探ってたみたい。でもそれ以上はつかめなくて、だから直接コルネオに聞こうと。無茶だ。オーディションに通りさえすればコルネオと2人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は3人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ、ほら、三人が仲間なら問題ないでしょ。それはそうだけど、ティファと私とクラウド、誰が選ばれても安心。でもエアリス、あなたを巻き込むわけにはいかない。そういう遠慮はおそらく無駄だ。あ、クラウド、私のこと分かってきた。これからどうなる？そのうち声がかかると思うけど。気味悪い部屋だね。はい、皆さん、まだ頭がぼーっとしていると思いますが、オーディションを始めます。左手の扉の先に階段があるので上がってきてください。よし、行くぞ。その気合、何？よし、娘ども、ここに整列。はぁ、あん？見た顔だな。どっかで会ったか？うん。まあいいか。よし、お前たち準備はいいか？行くぞ。我らがウォールマーケットのカリスマ、ドン・コルネオ様の登場だ。おひー。いいの、いいの。どのおなごにしようかな。ほひーほひー。お前にしようかな。それともお前かな。おひー、決めた決めた。今日のお嫁ちゃんは、今日の努力次第で明日も明後日も奥さんでいられるぞ、ゲス野郎。おい、今の誰だ？お前か。いいね、
いい、その跳ね返りへし折ってやるわ。今日はこの強気な女子だ。うわおい、拒む仕草がうぶいの、うぶいの。あとはお前らにやる。よっしゃこれ。お前どっち、俺どっち。さあ、子猫ちゃん、俺の胸カモン。照れなくても大丈夫、誰もいないよ。よく見ると可愛いの。寄るな。ほひー、これは進路線、たまらん。これは何だ。気にしない気にしない、ただの記念写真。写真一枚でみんな言うこと聞くんだわ。腐ってる。あー、もっと褒めてくれ。おい、お前ら、お客さんだ。仲良くするんだぞ。これもコルネオ様の計らいだ。感謝の心を忘れんなよ。コルネオ様、万歳。さて、お嬢さん方、準備はいいかい。準備？それならいつでも。ティファ、どう？4人か。うん、急いでクラウドを迎えに行こう。うん。なあ、お前、トリジョロ。何しやがる。エアリス捨てて。この野郎。待て。エアリスやる。ティファの方がすごい。アニアンから事情は聞いた。服と装備は返してる。あとは何とかするから、うまくやりな。ありがとう。クラウドのとこ、急ごう。コルネオの部屋だよね。急ぐんだ。ああ、俺も女の子と仲良くしたかったな。今頃あいつら、いいじゃん。おひー、待った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 。たまらん。いただきます。あおい、てめえ、今のはやりすぎだろうが。おい、誰か来い。この女に礼儀を教えてやれ。お会いにくさま、あなたの子分は誰も来ないみたい。何これ。クラウド、服。ほひ。あ、うん、あか。何がどうなってる。質問するのはこっち。七番街のスラムで手下に何を探らせたの。ねえ、はあ、何の話だい。しらばっくれても無駄。もう一度聞くね。手下に一体何を探らせてたの。言わないと切り落とすぞ。やめてくれ。ちゃんと話す。何でも話す。頼まれて片腕が銃の男のねぐら探った。誰
の依頼？おひー、喋ったら殺される。言いなさい。言わないとねじり切っちゃおうか。おひー、シンラのハイデッカーだ。治安維持部門統括ハイデッカー。シンラ？シンラの目的は？それだけは勘弁してくれ。言った方がいいんじゃないかな。言わないとすりつぶすよ。おひん、姉ちゃん本気だな。仕方ねえから教えてやるよ。シンラはマコールを爆破したアバランチとかいう一味をアジトもろとも潰すつもりなのさ。文字通り潰しちまうんだ。プレートを支える柱を壊してよ。どういうこと？わかんねえか。プレートがヒューッ、ドガガガガガーだ。6番プレートの事故と一緒さ。6番街スラムの瓦礫は見たことあるだろう。今度は7番街が俺になるってわけだ。そんな、ティファ、クラウド、行こう。ちょっと待った。黙れ。すぐ終わるから聞いてくれ。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのはどんな時でしょうか。勝利を確信している時だろうな。おお、当たりー。